さらに右の方にはシューターの青木も控えていますが、ユトフに預けてあと4秒3秒ショットクロック、エバンスディフェンスします。ユトフが決めました。ここはファイティングイーグルス名古屋側も早く戻りました。さあ久保田、先ほどは仕掛けもあった、しかし外に振ってからのユトフ、3ポイントシュート。さあ改めて作り直す京都、水野ドライブを引っ掛けて三津田にボールを預ける、しかしここもカバーが早い中村、スリーポイント打ちます、決めた。いや、いいステップでしたね。さあ、あと6秒ゲームクロック、第1クォーター、三津田、あ、このロングスリーが決まった、三津田城太郎ロングスリー、素晴らしい。いただきましょう。一瞬何か軌道でね、山崎さん入るかなと思ったら本当に入りました。いやいや、もうなんかもう本人の気持ちが止まらないバスケット、どちらも止まらないバスケットが大事だと思うので、はい、ここもヘルプは言いませんね。久保田がそのまま行く、レイアップでそのまま持ち込みました久保田義明。サランダルのディフェンスがある、そして2人で囲みに行った、ボールをマイボールにした、ファイティングイーグルス名古屋です。はい、3-4-2ですね。ここは葛原バスケットカウント、いいディフェンスから、そしてセカンドチャンスです。あと名古屋3が欲しいですね。石川ドライブ行ってそのまま行きます、そしてフォローに行く、おー、セカンドチャンス、ジョーンズから再び、今度はジョーンズがパス、うわ、流れるパス回し、最後はウィリアムズが完成。ジョーンズいてエヴァンスルーク、最後もうスクリーンが来ますよね。で少しずれたところをどう見るか、空いてるとこういう形でもう石川選手が綺麗に決める。久保田まだキープ、ここから自分で行く、関係がいいですね。はい、石川、右笹山いますがランダルを使って、ランダルがアタックだ。5点差を追いついて追い越す、それだけのクォーターになりました。エヴァンスルーク、ロールとの1対1からバスケットカウント。ここもスリーポイント、ここエヴァンスルーク、ファイティングイーグルス名古屋、ノーマークですね、石川、こういうところですね、落ち着いてよく見てますよね、落ち着いてプレーしてますよね。さあここにランダル接近、ランダルへのパス通りました、バスケットカウント。小西からノールック気味に出した、ボール受けた青木のショット、ディフェンスリバウンド、ここで試合終了のブザー、ファイティングイーグルス名古屋、アウェーの地で B1 開幕3連勝です。